もしもピューチンとハーゴンが同じだと、もしもピューチンとハーゴンが同じだと気が付くことができていたとしたなら、ここはね、オカムルのね、穴掘りをやっております。ストーリーを無視してね、穴掘りをやっております。この下に行きたいんだよな、本当は。この下に行きたいんですよ。何に来たんだろう。違うんだな。こんなに鼻掘りをして何をやってるんだ君は。位置的にはここにいます。反対方向行ってみよう。この下に行きたいんだよな、俺はな。下に行きたいんだよ。なんだよこの隙間は一体。
なんか違うんだよな。でもここのここら辺からね、なんかやった記憶があるんだよね。もう適当にやるしかないな。無計画にやっております。なんかね、どっかからいきなり仮想に行けて変なブロックをね見つけるんだよ。前回前やった時はかな。ここあでも仮想まで来ましたね。方向的にはこっちなんですよ。方向的にはこっちなんですね。でも下の層に行くことが大事だから逆から行った方が下に行ける可能性があるんだよ。あらゆる可能性をね考えてやった方がいいんとちゃうかなという。下に行くことが大事ですね。何よりも。なんか上が隙間があるぞ。ちょっと上がってみるか。何にもない。何にもないです。
向的にはもうちょっと右、こっちですね。こっちです。難しいかな。当てもない、当てもなく掘っております。なんか繋がったんだね、この辺がね。ああ、そこはなんか繋がってるのかな。行ったとこだな。でもね、なんつうかな、こんな感じで探してたんだよ、前も。前もこんな感じで探してて、変な岩を見つけたら、どっかの空洞のね、壁だったんですよ、それが。いやでもなんか潜ったような記憶もあるんだよな。下に潜ったような記憶もないわけじゃないんだよ。ステーキ食わないと。やべ。あれ？もう倒しちゃったか。ステーキもらえた？ステーキは午後になってるね。いいやつが。
とどうしようかな。目的地はね、ここら辺に行きたいのよね。ここかここにとりあえず行きたいな。こっちの方角かな。当てもなくやってますね。やっぱりここじゃないな。でもね、この辺のね、どっかでね、下に行けたような記憶が残っておるのよ。もうちょっとこっち行ってみるかな。これが気になるからこっちも振ってみよう。何やるか。夜なんだよ。
までこの境目を探しに来ていたのがここで途切れまして、なってこれ終わってんだよね。こっち行くしかないかな。しょうがねえなあ、しょうがねえなあ。ここに行きたい。行きたい。でもこの上、これの上側に行かないとダメかもしれないな。上の上側に。こっち行ったんよね。
から下に来た。ここが、ここがここなんだね。ここよりも下に行きたいんですよ。ここよりもさらに下に行きたい。執念です、執念。ここよりも下に行ける場所を探しているんです。とにかく下に行きたいんです、僕は。ここはあそこだね。ここは上層。ここは上層だよね。上層。ここから下層になるわけですね。上層です。僕が行きたいのはね、これ上層です。これ上層なんだよね。ここ下層。そう、ここからね、仮想なんだ。ここからね、下にね、絶対上に上がりたくないんだけどね。
困るな。これはもう、ここはちょっと深くなってんだけどね。くぼ地だよな。くぼ地じゃしょうがないのよ。でもくぼ地があるってことは同じ高さのところがこの近くにあるんじゃないのかなというね、そういう期待を持ってしまいますね。この低さがね、いいんだけど。こっち行ってもしょうがないね。戻ろう。この低さで行きたいんですけど、この低さを求めているんですけどね。低いところがもうないのかな。ステーキはステーキ、これしかないのか。ご飯はないのかな。
ああ、もう朝なのか。もうどっちから来たのか分からなくなっちゃったね。とにかく低いところに行きたいんです。低いところを求めて迷っております。もうこんなことやめちゃおうかなって思うんですよねまあどうしようかなって悩みつつやっております。ラチが開かないってやつですね。でもね、前できたことがあったからね、成功体験が忘れられないわけですね。でもなんかここ見えてきたね。これがヒントになるかな。このブロックの色、これがね、かなりのヒントになるんじゃないかな。なんか見えてきたような気がするんだけど。このね、どっかから行けるんですよ。ちょっとここ目印だから、目印になるようなものを1個、ここがね基準点です。このね、下のね、明かりが見えるところに行きたいので、どっかからね降りれるはずなんですよ。されてしまった。You
なんか見てた。やっと思いが通じた。長らくお待たせいたしました。僕はここにたどり着きたかったのです。あ、違うよ。なんだよ、ここじゃねえよ。俺が行きたいところは。なんだよ、期待させやがって期待させやがって。さっきのところに戻んないと。こっちかな。基準点のところに戻んないと。基準点どこだっけ。基準点なんだよ、期待させがって。あそこは基準点です。この下に行きたいんですよ、僕は。どっちから来たんだろうね。いや、この後ろの方だな。この辺ちょっとやってみるか。なんだよ、期待させやがって。こっちの方も来てるんだね。じゃあこっちかな。ここ来てるのかな。上層です。上層。あー、ここか。この下に行きたいんだよな。もう斜めだな、今度はこっちの。この上、この台の上。あ、なんか今日はこれ上層だね。上層だよ、これは。からね、どっかから行けるはずなんだよな。じゃあ今度こっちの方向行ってみるか。
ライティライティ、報われないね、報われない。ああこれ上層だよ、結局上層にしかたどり着かないね。上層、上層です。僕は仮想に行きたいんですよ、仮想に。空間に行きたいよ。さっき通ったところかな、さっき通ったところだよ。ああ夢も希望も何もない。もう一回来てないか。これ上層だな。
マグマの近くだな、ここ。一周していたのかな。上層だな。上層だ。ここに宝箱が、ドキドキマットがあったところです。かもな。この岩盤は下からじゃなくちゃくぐれないからね。いや、ちょっと戻ろう。やみくぼにやりすぎた。やみくぼすぎた。あ、メタルスライム。でもメタルスライムがいるってことはね、いい線いってんだけどね。シロ君がやっつけてくれたみたいだ。ここにモンスターが現れるってことはね、どっかに繋がれるってことなんですよ。仮想空間のモンスターが出てくるってことはいい線いってんじゃないかな。空間の敵が出てくるってことはいい線いってると思うんだけどね。
とここも基準点置いとこう。仮想空間の敵が出てくる場所。もう上層なんだよ。こっちと上層なんだよね。ダメだね、全然見つかんないな。上層なんだよ、上層。上層ちょっと進んだところに降りれるところがあるかな。
これは一体何をやっているんだろうね。ここの上が上層ですよね、もうね。こっちこっちもしょうがないな。これ上層だな。いいとこまで来たかなって思ったんだけどな。ここに戻ろうか。こっちの方に行ってみようかね。こっちの方に。まあどうせ戻るんだったらこっから、こっちの方に行けばいいわけだな。でもここに上層があるんだな。方向が違う。これ上層だね。これ上層だな。俺が行きたいとこはどこなんですかね。まあ少なくともこっちの方行きたいよね。こっちの方に行きたいんだ。上層だな。
くかそうです。じゃあ何も行きません。寝なくちゃ。良い子は寝なくちゃ。悲しい。いやー、何やってんですかね。何やってんですかね。いやー、もっと簡単にねいけるかなと思ったんだけどね。ここがね基準なんですよ。この下のねクロックがさちょっと光ってるじゃないですか。この下に僕は行きたいんですよ。この下の方に、こっちの方に行きたいからね。こっちの方角。方角できない、こっちの方角。これ壊せんじゃん。ここは上層だね。ダメだね、こっちは。下に行けないのがダメなんですよ。やっぱ下にね、降りれないと意味がないんです。こっちはダメみたい。こういうところはどうなんですか。ダメだね。闇雲です。闇雲くん、もう諦めましょうか。
くぼみに期待をしたのには一瞬。そうなんだよな。ダメだな。キノコのある場所はここら辺かな。ここに通路がこうあって、あ、ここら辺にいろいろ迷路になってて、ここら辺にキノコの場所があると思うんですね。ちょうどこの方角。懲りないね。お、上層か。上層セブンですね。これ上層です。期待外れの上層です。一段上が上層なんですね。そうだな。この下に行きたいんだ僕は。ここもちょっと基準になる場所だな。ここからね、下に行きたいんです。
あ、なんか変なブロックが見えた。あ、でも上層だね、これはね。上層セブンです。上層が見えただけ。期待が外れるね。方向は ダメだな、いけないね。どこから行ったんだっけな。ちょっとね、原点に帰ります。原点はここです。原点はここ。こっからそうこの辺の地下から行くべきなんですよ。でもここじゃダメ。もうちょっと向こうに行ってからの下の方がいいです。このブロックはね、上からじゃないといけないと思うんだよね。ここへワープして、記憶を頼りに、まずこっちに行って、ここに渡ったん、こっち側の壁のこっち側に来てですね、
やっぱりここに戻るな。自然とここに戻るね。ここがこのねブロックの場所なんですけど、ここが滑走で、この近くの壁っていうとここになるね。諦めてこっちから行こうか。理想のこと。ちょっと発想の転換だな。こっちからこの壁を越える。しかないな。ちょっとメタルスライムをやっつける。いたらね、なんかいそうなような予感がするんで。メタルスライムいねえかな。ステーキおじさん、メタルスライムいねえかな。ちょっと気分転換ですよ。穴掘りの気分転換。毒にも課されてんだな。昨日とこのところ、昨日こう広場に出たいんだよね、基本的にはね。この壁を越えたい。この壁を越えたいんだけど、方角的にはこっちの方なんですね。この下に行きたいわけです。
まあでもね、このね灰色のやつは下からじゃんけとくぐれないんです、基本的にはね。上からくぐりたいんだよ、この看板を乗り越えたいってわけだ。これ以上行けない、密着してる。ちょっとね、どうしよっかな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、マップを、マップを見る、マップ。ね。キノコのあるところのね。攻略サイトのマップをね、じっくり見る。キノコのある場所は、キノコのある場所はね、キノコのある場所を見てるんですけども、だいたいここから見ると、キノコの場所はね、
この辺だね、キノコの場所は。となるとこの下だね、この下だよ。じゃあそこにちょっと行こう。じゃあここじゃない方がいい。ね、ここがいいんじゃないかな。発想を変えます。あれ？反対だな。こっちだな。こっから抜けてきた。ステーキおじさん。から上に上がる。僕が行きたい場所は。これは失礼したかな。ここら辺なんだよ。まあこの辺だね。この辺。そこら辺に行きたいわけですね。となると、ここから最初潜っていったんだよね、この穴からね。今回はちょっとこっちの方のこの辺から潜ってみようかなと思います。
この真下に行きたいんだよな。2、3、いけないかな、なんか自信が喪失、自信喪失ですね。9、10、1、2、3、地底湖だね、これ。あれ、地底湖じゃないね、これ。ああ、海だ。やべ。なんか地図の柄が変わったな。もうちょっとやってみようか。まあまあ来んのかな、ここ。
残るはこっちですね。あ、でもこの柄が変わっているところをちょっといじっておかないと。地図のさ、柄が あ、でもね、この上にさ、この上にこれがあるから、これの柄なんだな。だからあんまり気にしない方がいいんだ。そういうことです。こっちです。大事なのはこの壁が乗り越えた方がいい壁だと思うんですよね。このまま行ってもね、崖のところで行き止まりかもしれない。さっき、ここ一回来てんだね。これはね、下からくぐんないとダメな場所なんですよ。これはね、下からくぐんないとダメなんです。こう上がっていく。待ってね。
位置関係が大事なんですよね。うん、このまま直進するか、どうするか。ちょっとそのまま直進してみるか。下からくぐって、この壁を上から乗り越えないといけない。それはわかるんだけど、それはわかるんだけどさ、この地下がどこまで行けるのかも知りたいね。大して掘れないんだね。上層だもんね、ここはね。乗り越えたいんだ。でもこのままだとね、方向的には逆になっちゃうんじゃないかな。方角的にはこっちの方に行きたいんだよね。どっちかというと。いやー、長い時間やっちゃいましたね。ちょっとね、まあ面白くない動画なんでしょうがないよね。今さら面白さを追求してもしょうがないし、中途半端で申し訳ない。下はこれだ。
方角的には上の方に行きたい。方角的にはこっちの方に行きたい。諦めるしかないかな。退屈になってきたよ。さすがにやってる方も。ここはね、ここに戻ってきちゃった。この辺に行きたいんだよね。この奥に行きたいんですよ。壊れないの、ここは。これで壊れないかな。天井が壊れただけだね。この奥に行きたいんですよ、僕は。そのためにはこっちから回るか、反対の方から回るかなんですけど、こっちからはいけないんですね。はどうなってんだっけな。死ぬほどこっちに行ったらどっかで降りれるかもしれない。
いつかは下に行ける時は来るかもしれない。来ないね。海だね、ここは。海だね。そのことこっちから行こうか。やば。行けないよ。掘っていこそうだね。そうだね。ここら辺の横で、ここら辺の、ここら辺に行きたいんですよ。場所的にはね。こっちを掘っていってもしょうがないよな。10回掘る。1、2、あー、ダメだね。ここまで来たのにダメだね。ここまで戻ってここからこっちに行った方がまだマシかもしれない。ここに行くためには地上から、ここが一番いいな。ドラゴンがいるとこかな。ドラゴンがちょっと退屈な動画になったんで、今回このドラゴンをやっつけたら終わりということにします。
今回もね、信じないしないつまんない動画を見てくれて、どうも本当にありがとう。まあ、好き勝手にやってるということで、よろしくお願いします。